そして、最後は鳥紫先生、大幹部ですけどもね。おー、びっくりした。今日私がやらせていただいたのは、ボタン道路のうちお札剥がしというお話なんですけれども、足のある幽霊が出てくるんですが、怪談話の中ではあんまり怖くない方の部類に入っているんですけれども、まあ、中には怖いっていう方もいらっしゃいますので、いろんな話がございますので、まず、聞いていただきたいななんて思います。